続いては情報ナビのコーナーです。今週は新しく生まれ変わる太田市の市民会館についてです。ゲストの方をご紹介します。太田市役所から江原真美子さん、鈴木純子さん、お二方にお越しいただきました。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。さて、太田市の市民会館がですね、新しく生まれ変わるということなんですが、江原さん、もう本当に私今太田市民なんですが、ワクワクしてるんですけれども、どんな施設になりそうですか？はい、新しくできる市民会館なんですけれども、芸術文化に対する市民の方の多様な要望にお応えできるような高度な機能を持った太田市における芸術文化交流の象徴的な施設になればと思っております。まあ、太田市もやはり芸術の街を目指すということでね、新しく生まれ変わる市民会館ですが、鈴木さん、もういろんなことができそうなんですね。はい、多目的ホールという特性を生かしたオーケストラやポピュラー音楽のコンサートなど、大規模で多彩な演目の事業を展開いたします。なるほど。まあ、市民の方のいろいろな発表の場にもね、つながるというところですから、もう本当に期待感あふれる、今回の太田の市民会館ということになりますが、江原さん、工事の状況なんですけれども、はい、今はどういった段階なんでしょうか？はい、今度3月の12日に竣工記念式典を予定しているんですけれども、はい、それに向けて今仕上げの段階に入っております。もう仕上げ着々とね、進んでいるというところで、確か場所は常盤高校のね、非常に近い南のところでしたし、確かこの区外行政センター通り挟んで、あれは確か西側のね、ところになっています。あの周辺を車で走ってもですね、一発で、あ、大きな建物できてるんだなっていうのはね、もう本当に分かるくらいです。もうまさに象徴と言えるようなね、そんな建物になってますけれども、鈴木さん、これ開館予定っていうのはいつぐらいなんですか？はい、はい、来年度の4月1日に開館予定となっております。もう間近に迫っているというところです。さて、まあ、内覧会がですね、今回は行われるということになっております。これ、江原さん、内覧会はどういった趣旨で行おうということなんでしょうか？はい、はい、新しい施設ですので、うん、その会館の使われ方ですとか、うん、見え方、聞こえ方等を、うん、市民の方に見ていただくのが目的なんですけれども、うん、それに合わせて、うん、まあ、ホールでの、どういった演目が使えるのかといったことをご覧になっていただくために、ホールで合わせてイベントを行う予定です。へ、もう本当に、まあ、どんなホールなのかというのも、ね、非常に気になるところですし、この内覧会が実は4回行われるということで、鈴木さん、この日時をちょっと教えていただけますか？はい、はい、第1回目が3月18日土曜日の午後1時から5時までとなります。はい、第2回目の方が3月19日の日曜日午後1時から午後5時までとなっております。はい、で、第3回目の方が、こちらの方が時間帯が他の日程よりも早くなっておりまして、3月25日土曜日の午前9時から午後5時までとなっております。で、最後の回の第4回の方なんですが、3月26日日曜日の午後1時から午後5時までとなっております。内覧会を4回実施するということで、本当にいろんな方にね、お越しいただいて、ぜひ見て、それからね、音も確かめていただいてですね、まあ、本当に貴重な機会になりそうですが、その催し物なども行われるということですが、その4回、まず最初が3月18日の土曜日ということになりますが、こちらは江原さん、ちょっとイベントはどんな内容があるんでしょうか？はい、はい、18日なんですけれども、まず太田市役所のロビーで、はい、いつもロビーコンサートというものを行っているんですけれども、やってますね。はい、そちらのコンサート出演者によります、うん、合奏や合唱、バレエなどを行う予定です。それから鈴木さん、第2回こちらの内覧会ではどんなものが行われるんでしょうか？はい、市内の高校2校から、はい、太田東高等学校様と太田女子高等学校吹奏楽部、それから太田フィルハーモニー交響楽団による演奏となっております。うん、3月19日日曜日は1時30分から4時までということになります。そして3回目が、江原さん、ちょっと時間が
早まるんですね。この日は、午前9時半から、はい、イベントの方を行わせていただきまして、午前中は太田市の八木節連合会、はい、それから太田座カントリーさんによる演目が行われます、うん、はい、で午後なんですけれども、午後は1時からで、うん、人気カラオケ番組の出演者による歌と、はい、市内のゴスペル団体、こちらによる、歌を演奏する予定です。そして、鈴木さん、4回目どんな内容になりそうですか。はい、はい、市内のビッグバンド、それから日本大学リズムソサイエティオーケストラ、それからコスモス大鼓による、うん、演奏を行い、会場を盛り上げさせていただきます。はい、内覧会4回実施、そのうち演奏会がね、いろいろ楽しめるという内容になっております。それから3月19日の日曜日、それから25日の土曜日ですね、こちら午後からロビーで茶会もね、行われるということですから、ぜひ皆さん参加していただきたいと思います。では最後に江原さん、鈴木さんから PR を一言ずついただけますか。はい、はい、新しく立ちます太田市民会館、こちらは市内最大規模の1501席のホールを備えた新しい施設となりますので、ぜひ多くの方々にご利用いただければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。では鈴木さん、お願いします。はい、こちらの市民会館では多彩なジャンルによる演奏などを多くの皆様に提供していきたいと思っております。皆様に喜びや感動を提供できるように頑張ってまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、新しく生まれ変わる太田の市民会館ですが、平成29年ですね、4月1日開館予定ということです。皆さんもぜひ注目していただきたいと思います。今週のゲストは太田市役所から江原真美子さん、そして鈴木純子さんのお二方にお越しいただきました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。